健介選手に話最近しましたか？はい、LINE この前メールしました。あ、なんだってそうですか？あいつ前なんかの番組で、はい、友達いないって言ってたんで。あ、年齢がもう高くなってきて、はい、で、来てみてやっぱ俺も友達いないわって送っときました。気持ちが分かった。気持ちが分かる。ちょっと今こっちカメラに向かって国神にメッセージ送ってください。健介選手、のんびりしてる田中君、また名古屋で会いましょう。こっちも友達いないです。いや僕ね、最近友達できたんで、なんかできたんでっていうよりはファームの方がなんかこう知ってるコーチたくさんいるんで、まあ、コーチっていうかそのなんていうのかな、同世代の飯山さんだったり小田さんだったり新次さんだったりいっぱいいるんで、まあ、実松さんも帰ってきましたし、結構僕はね最近充実してますけどね。鶴岡選手、まあそれなりに頑張ってください。はい、ありがとうございます。本当にこれからね、はい、札幌ドームで活躍してくれると思いますけども、はいはい、改めてそのファイターズファン、はい、ガイドのファン、そして鶴岡ファンに向けて、はい、ちょっとね一言いただけたらと思います。そして5年ぶりにまたファイターズのユニフォームを着れることになりました。札幌ドームでまた皆さんと一緒に戦えるのを楽しみにしていますので、今年1年間またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。ウェルカムバック。これ絶対あかんで、これ阪神とソフトバンクから帰ってきた人はだからダメダメ。鶴ちゃんさすがっすね。さすがっすね。まあよかったな、でも帰ってこれて。そうですね。